それでは最初のニュースです。県の無形民俗文化財に指定されて初めての関山神社の火祭りが盛大に開かれました。今回は文化財に指定された狩山節の棒使いと柱祭行事松引きまでをダイジェストでお送りします。三代鉱山の里宮関山神社の火祭りが今年も20日と21日に神社と周辺を会場に開かれました。火祭りは羅行上人により解散された三代鉱山信仰山岳修験道の伝統を色濃く今に残す行事です。狩山節の棒使いと柱祭行事が今年県の無形民俗文化財になり指定後初めての火祭りとなりました。狩山節の棒使いと柱祭行事は山岳信仰と結びついた神事芸能の様子を知ることができる貴重な事例として高く評価されています。まずは厳かに神事が行われ、市川副市長や濁川教育長、横尾県議会議員や神社役員、若者会などが顔を揃えました。神事の後、神輿を階段の上まで移動させ、狩山節の演舞が始まりました。今年狩山節を演じたのは4年目のベテランをはじめ、昨年20代後半でデビューした若者などの6人です。皆さんは7月初旬の棒始めから舞を集まって練習をしてきました。今年は県の文化財に指定されたこともあり、観光客やアマチュアカメラマン、大学の研究者の姿も数多く見られ、普段より増して大勢の人たちで会場は盛り上がっていました。来場者が見守る中、役抜けの役、ひいきりの役、ひいみの役が薙刀や太刀、六尺棒を使い見事な演舞を披露しました。いつもより重み感じられますね、一応文化財のあれってことで、周りの人たちもほら結構みんなね、いろいろな面で気遣ってくれているだろうと思うんで、良かったと思いますわ。狩山節の演舞の後は柱祭行事です。柱祭行事は狩山節が山中での修行で身につけた得意な力を示すものとされています。火打ち石でぬさに火をつけ、神の柱祭が勝つと稲作が豊作、下の柱祭に先に火がつくと畑作が豊作と伝えられています。今年は神の柱祭に先に火がつき、稲作が豊作と占われました。いやもう最高ですね、嬉しいですわ、孫と一緒に出られるなんて本当にね、はい、わっしょわっしょわっしょ。続いて松引きです。農民に装いを変えた狩山節が到着し、松引きが始まりました。狩山節が柱松の上に乗って祝い歌を歌い、柱松を地区の人が引っ張ります。今年は女性のアマチュアカメラマンが急増し、会場ではシャッターを切る音が響き渡っていました。すごいねと思う、初めてなんですけど、すごいいいなと思う、壮大だなと思いました。子どもからお年寄りがみんなで力を合わせて宝蔵院跡地まで柱松を引っ張ります。地域の子どもが初めて火祭りと関わる大切な行事でもあります。
つの柱松が地区の人たちや訪れた見学者の手により宝蔵院まで引っ張られていきました。いっぱい引っ張られました。すごく楽しかった。疲れたんだけど力は出せました。僕だけだと全然引っ張れないのに、みんなでやるとすごいいっぱい引っ張りました。この後午後からは奉納相撲で地区の青年たちが技を競ったほか、翌日は集落内への神輿の巡行や棒使いの披露、夜には神輿の宮入りがあり、2日間にわたって関山地区が祭りムード一色となりました。夏の夜を楽しもう。新井中心商店街のサンライム新井パティオ広場に昭和の屋台村がお目見えし、子どもからお年寄りまでが楽しい夜を過ごしました。これは中心商店街を活気づけようと取り組む町中にぎわい推進委員会にぎわいの風が主催したものです。午後5時のオープンと同時に次々とお客様が訪れにぎわいました。屋台を出店したのは新井商工会議所青年部や旭町商工会をはじめ飲食店を経営する皆さんです。屋台村には生ビールや枝豆、焼きそば、名物の豚汁などおいしいものがずらり並んでいました。最高。これはやっぱり昭和の屋台だね。いいことです、はい、ステージではハワイアンダンスの愛好家グループナニマウロアの皆さんが優雅なフラダンスや激しく情熱的な踊りで知られるタヒチアンダンスを披露し、会場に花を添えていました。またヒップホップグループのマテリアルの皆さんも軽やかなステップでストリートダンスを踊り、会場を盛り上げていました。夕闇迫る頃、会場内は満席となりました。アットホームな感じでいいと思います。みんなで笑っておしゃべりしておいしいもの食べて、それがいいと思います。また会場の一角ではああ懐かしアターと題し、昭和初期や中期の新井の街の様子を写した写真がスライドショーで上映され、華やかな時代がよみがえっていました。楽しいです。どうダンスとかあったりとかで、いろいろ屋台あって楽しいです。もう月に1回やればなおさらいいんですけどね、はい。モノマネで活躍しているタレントタブレット純さんのショーもあり、訪れた人たちは懐かしい昔へ思いを馳せながら楽しい夜を満喫していました。